ということで、ツクミニモーズ103話を見ていこう。イエーイ。一体これは誰ですか？気になるー。どうも、ツクミニモーズ YouTuber のフルーです。さあ、本日はビルウェイさんのツクミニモーズ最終話見てんだよけれども、前回がめちゃめちゃ前に洗脳装置で操ってたスケビニトイレがガンダムみたいな格好して救世主として現れたんよね。あれには笑ったけど、なんや、今回は噂によるとウーマンズが大量に出てくるっちゅうことでね、ちょっとこのサムネイルも誰か気になるところで、ま、今日もみんなで最新話楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者20万人目指してるので、スケビニトイレが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほんないこか。はい、じゃあ今回もプレミア公開で見ていきたいと思います。さあ来るよ楽しみや。はい、来ました。え、ちょっと前の話。はいはい、あ、え、はい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 、あ、どこにおんねんって言ってたやつかな。はい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 、あったよ。はい、あこれね。はいはいはい、そう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 、前回ね。はい、こっから見してくれんの。はいはい、来た。はい、こっから。うわ、いいね。音楽がいいね。イエイエイエイみたいな。うわ、かっこええわ。フランジャーン。あ、んで後ろにおるおる。これ名前なんて言うんやろ優しい顔も含めて優しい。おおいおいおい、強そうなん来たで。おえ、誰誰誰誰誰や。おお、誰。おお、来たー来たー、おい、かっこいいいいねー。はいはいはい、いいねー。カメラウーマンとスピーカーウーマン来たよ。このね、スケベニウォーズの世界ではまだ全然活躍してなかったからな。ビル・レインさん、よくここまで温存してたな。こんなメインキャラ。うわー、めっちゃかっこいいわ。ていうか、やっぱ映像のレベルも上がってるねービル・レインさん。あ、なんかおったぞ、今なんか。後ろにおったぞ。見逃さんかったぞ、わしは。おったぞ。気つけろ。あ、危ない危ない危ない。うん、おい、え、来た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 。誰だろ、これ誰、これ誰ですか、さっき撃てたの。おはははあ、ソナ、え、ソナ、な、なんや、ソナ、ソナウーマン、ソナウーマンか。おい、ま、マイクや、顔マイクなってる。どんな攻撃すんの。めっちゃかっこええやん。ちょっと忍者みたいやな、くのいちみたいな。すごっ、うわえコンビネーションえぐいて。うわー、すごい、うわあとはテレビウーマンが揃えばいい言うてたら、おい攻撃ますかね。決して慣れないだろう、ワープがね。お会いできて、すごいやん、これエグいやん。え、だって、すべてを敵で排除するプーツで順調に進んでる。はい、はい、はい。ネクロマンスは私たちの目について新たに得た知識、私たちは発見。あ、なるほどね。はい、はい、はい、はい。とりあえず、この場所がバレてるってこと。管理者への、な、ちょ、ちょ、早いな。私たちだって幸運なことで、彼、あ、6つのうち1つね。はい、はい。あ、もう次のフェーズに入ってると。はい。え？どうした？ How did you... You're here. We 私たちはあなたがいなくなったと思ってました。We'll talk this through once this is over. この件について。え？私たち残念に思って、そして他に、あー、なるほどな。ソナータイタンの話かな？ってことかな。ちょっともう一回この辺も詳しく後で見ていきましょう。彼らは予想よりも早く動いてる。舞台はソナータイタンが私たちに向かって移動し、ああ、なるほど、組んでや、ソナータイタン組んでや、ここで。なるほど、うわー、ソナーウーマンからしたら悲しい話や。うわー、来た来たよ、タイタンを取り返したやつ。ここで戻ってくれ、めっちゃかっこよなってるやん。でんで、ソナータイタンめっちゃかっこよなってる。うわ、首にめっちゃドクロつけてるわ。うわ、音楽悲しい。くぅちょっともう一回見ていきましょう。さあ、ウーマンズがめちゃめちゃ揃ったところでね、ちょっともう一回見ていきながら、特に会話の部分が早かった境に、ね、ゆっくり止めながら見ていきましょう。
まあなんとなくね、内容は分かったけど。はい、そうそうね。ここからね。いやー、かっこよかったな。ウーマンズすごいわ。かっこよすぎる。やっぱりこのなんかキャラの登場のさせ方とかにおいてはもうビルさんが一番かっこいい。ほんまに心揺さぶるね。顔よ、あの優しい顔。はい、こいつな出てくると。え、これえずっと見てきてるけど出てきてはいる、いたかな。スピーカーウーマンとかカメラウーマン、でもここまで活躍してんのは見たことないと。いや、すごいわ。ここまで出さんかってんで、このメインキャラたちよ。すごいで、ね、いや、なんか100話超えたあたりからまたこう面白さが、話がね、シンプルになってきたね、ビルさんの。一回シンプルになったおかげで、ね、ちょっと前までもうややこしかったもんな。トライタイタンとか、もういろいろいろんな敵から出てきて、だいぶ見やすくなったよ、これ。はいはい、これ、すごいな、リアルやわ。さあ、こっから出てくるよ。はい、これがね、ソナーウーマンでしょ。おい、かっこよすぎるやろ。くる、うわぁ、ちょっとこれ顔がマイクなっとる。えぇ、いいねデザインいいね。で、この後な、全員さ、ウーマンが集合するとこもよかったな。これさ、敵キャラさ、なんか、何鏡みたいになってんの。ここが、首元が、何どうなってんのあれ。あ、全身が鏡みたいになってんのか。うえー、すげえ。いや、気持ち悪いな。もう、トイレなんかっていうレベルで。うぅ、爽快やね。はい、でー、こっからちょっと会話の部分が多くなると。ちょっとゆっくり見ていこうか。はいはい、この登場いいね。そんなことをするには決してなれない。まあ、ワープのことね。はい、お会いできて嬉しいです。はい、で、まずここ。私たちの本部内の全ての敵を排除するプロセスは順調に進んでる。まあ、簡単に言うと、ここに侵入してきたスケベリトイレたちを全員殲滅していってるよってことだよね。はい、ちょっと役が難しくなってるだけで。はい、で、ここね、ネクロマンサーは計画的にアライアンスたちを落としに来てるってことだよね。はいはい、戦略的にってことね。はい、で、彼はこれ、管理者への座標のロックを解除する鍵を持つ。で、ここの鍵っていうのがまだ明確には分かってないねんけど、とりあえずネクロマンサーは、このアライアンスチームの鍵を必要としてるってことだよね。その鍵を手に入れたら有利になるんだよな。はい、6つのうち1つ。まあ、これ鍵っていうのは、これはどういうことや、鍵っていうのは。まあ、ソナータイタンってことやな、とりあえず奪われてんのはね。はい、まあ、タイタンってことなのかな。じゃあ、まあ、アジトの鍵か。はい。あなたがいなくなったと思いましたと。はいはいはい。私たちは、まあ、ここにいるよと。あ、今知ってほしいのは私たち全員が残念に思ってること。他に選択肢がなかったから、ソナータイタンは、まあ、ああいう、まあ、洗脳された形になってしまったと。ただってことやな。ただ、こっから戦いが始まると。彼らは予想よりも早く動いています。舞台はソナータイタンが私たちに向かって移動しているのを発見しました。はい、ソナータイタンが来ますと。はい、ソナータイタンは共通鍵の場所を正確に知ってるので、侵入してそれを奪おうとするまで、あ、なるほど。ソナータイタンは味方側やからネクロマンサーがずっと狙ってるこのアライアンス側の鍵の場所を分かってると。なるほど。はいはい、脅威やね、それは確かに。あ、でもこれは逆に言うと、タイタンを、ね、洗脳解除するチャンスやで、ちゅうことで、ソナータイタンとの戦いが始まるというところで、これまた次回楽しみやで。いやー、はい、てことで、今回は以上でございます。ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、ソナータイタンね、長らく洗脳されてる
りに全然こう出てくることなかったから、ついにこっからはソナータイタンをもう一回洗脳解除して味方にするフェーズになったっていうことで、また見どころでございやすわ。ポナーウーバーもめちゃめちゃ最高でございやした。ってことでね、また次最終話投稿され次第すぐ実況考察していきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。